ワールドカップの熱が冷めやらぬ中、B リーグで B1 昇格を目指すライジングゼファー福岡が今シーズンの新体制発表会を行いました。昨シーズン B2 リーグで20勝40敗と大きく負け越し、 B1 昇格を果たせなかったライジングゼファー福岡、今シーズンは新たに8人の選手が新加入、悲願の B1 昇格を狙います。チームを引っ張るのは福岡大大濠を卒業し、 B1 でも経験豊富な神武隼人選手です。バスケ王国といわれる福岡で生まれ育ったキャプテンの活躍に注目です。福岡のプロのバスケットボールチームが、トップにいないのはおかしいと、その部分は、変えていきたいなと思っていて、チームは来月6日に敵地で愛媛オレンジバイキングスと開幕戦を迎えます。